いやあ、刹那圭介だよ。ネームエントリー。刹那圭介と、ちょっと待って、よう見たろこれ。サイドン京子のスターでも俺の系がちょっと見えんようになっとんやけど、隠されとんやけど。おい、サイドン京子何してくれとんじゃお前。始めていきまーす。サイドン京子の故郷、柏村。で、これ柏村ゴンゾーさんです。そなたたちの無事を祈っておるよ。そうそう、刹那圭介君、忠告しておくが、どんなに道に迷っても、サイドン教区には頼らんようにな。方向音痴やもんな。無理です。頼ったらあかんわな。頼ったらあかんわ、こいつ。さらに迷うことになるぞ。ああ、自分のおじいちゃんにまでこんなこと言われてる。サイドン教区。この人は？おばちゃん、こんにちは。おば？私にもちゃんとした名前があるんですけど。柏村のおばあちゃん。柏村のおばちゃん。柏村って村の方やな。柏村のおばちゃんの名前を決めてください。柏村のおばちゃんって柏村って名前みたいになったんで。おばちゃんか。ピンキリコにしとこう。ピンキリコ、何をピンキリしようかは知らんけどね。すっかり忘れてました。ごめんなさい。ピンキリコおばさん。おば、あ、これおばさんって呼ばれたくないタイプの人だよな。取り寄せ注文が来ているのか。その名も、まだ名前栽培している名前、栽培してる名も野菜の名前。欲望。そんなの細胞栽培しちゃダメ。欲望。でも作ってる私たちはほとんど口にできないの。いや、口にせんでいい。口にせんでいいよ。そんなもん口にせんでいいよ。注文数が多すぎて供給が追いつかないの。強欲な人ばっかやな、この世界。男どもは欲望を届けに。女の私たちは村で農作業。冬になったら温泉に行きたいわ。あ、男どもは欲望を届けに。あかんよ、お若いよこれ。あかんで、もうお若いよ。もうあかんよ、もうピンキリこそなこと言うちゃうかい。神父、神父か。神父の神父さん。くだらねえ、ほんとくだらねえ。神父さんさん、神父さんさんって、神父さんでもいいやん。もうそこまで言うんだったら神父さんでいいやん、もう。ああ、お前か。で、隣にいるのが選ばしいものか。はい、刹那圭介さんです。お前、いや、刹那圭介君、君は幸子様を信じているか。はい。さすがは選ばれし者といったところか。俺は実は宣教しながら、別にどうでもいいんだよね。おい、神父さん、こんな何もない村に派遣されて、信仰者から金も得られない。これが祝福の女神であるサチコスのお導きとは思えねえ。まあいいさ、じゃあ俺は一眠りするから。神父さんめ、サチコ様は苦労しやがって。まあ俺もちょっと内心うさんくさいとは思っとうけどさ。だってさ、なんであんな不遇な名前の人が神になれるん。そっちおかしいよな。あ、猫さん、日陰で休んでるの。確か名前は、ジョージ。ジョージ。ゴロゴロゴロ。ねえ、なんかようやくまだまだ名前作ると思ったら猫だったりする。この村もう調べ終わったかな。終わったっぽいね。
結構少なかったな今回は。まだ同じことはやる。あ、また猫暴れやる。え、ジョージ、お前ゴロゴロしてないやろ。全然ゴロゴロしてないこいつ。手がついてきてる。全然ゴロゴロしてない。めっちゃ暴れ回ってる。すごい移動速度。めっちゃ懐かれてるんですけど、ジョージめっちゃ懐かれてるんですけど。何がゴロゴロじゃ。さて出ていくか。え、もう行くの。はい、じゃあ行きましょうか。行くぞサイドン教皇。じゃあ今度こそ城を目指しましょう。お前のナビはやめとく。俺が前に行く。確か南西ですよね。北西です。間違えとる。幸子が出てきたじゃないか。間違えとるけん。お前そっちじゃない、そっちじゃない。あれ、どうしたんですか。お前もしかしてさ、チリとかダメなタイプ。チリとか100点満点で5点ぐらいしか取れんタイプ。え、こっちじゃない。幸子様は言ってたんですか。あ、そうか、お前聞こえんのか。失礼しました。よかったよかった。幸子、こいつの心の中にも呼びかけてくれ。あ、いい、見えてきました。あの城の名前は。城の名前か。城に行くっていう時にもしかしたらこれが魔王城な。だとしたら結構魔王っぽい名前つけたいな。いい加減に城にしとこう。いい加減にしろ、魔王に対してのメッセージを込めて名前を付けました。いい加減にしろって名前なんです。さあ行きましょう。あ、これ魔王のところじゃなかった。何がいい加減なんかわからん。入れてくれない。おい待ちな、いい加減にしろ。いい加減にしろ。いい加減にじょう。読みにくいなこれ。通行許可証はあるか。え、何ですかそれ。最近発行されたものではでな、許可なきものは倒産。許可証が欲しければ発行してやる。本当ですか。今からだと3日後だけどな。そんな選ばれし者をお連れしたのに。な、ここで3日野宿することになるなんて。おい、今なんて言った。ここで野宿だと。ちげえよ、選ばれし者って言ったんだな。だったら話は別だ、通っていいぜ。そして俺の名前は、ね、こいつめちゃくちゃガードしてくれしてきよったんやな、壁みたいに。ブロックよしよにしとこう。やったらこいつガードしてきよったけんな、倒産ぞって。ブロックよしよって言うんだ。よろしくな、選ばれし者。はーい、お前とはもう多分話さんと思う。いらっしゃい、見かけない顔だな。とりあえず見るだけ見てってくれ。いい加減にしろの道具屋の名前。いい加減にしろの道具屋の名前。ぼったくりさる。ダメだよ、この名前信用できねえ。何が欲しい。ああ、こいつから買い物せなあかんのか。ほら見てみ、ぼったくりやん。すまんな、わけあって売れんとか言っちゃったやん。注文してた商品がなかなか届かないんだ。商売上がったりだ。マジで、もしかしてアイテムもない。アイテムは欲望ある。欲望あるやん。レベルを1上げるって本当に欲望の塊みたいなアイテムじゃないか。もういいよ、それしかないんだったらそれ3つもらうわ。てかこれでレベル上がるとかめっちゃ簡単やな。じゃあその欲望を俺に。間違えた。じゃあもう俺2つあげて、サイドン強行1つあげる感じでいこう。チートアイテムや。不思議な飴があるとは思わんかった。欲望。てか欲望多いよって本当ぼったくりじゃないけどやばいよなこれ。
ダメだ、この街ダメだ。この城どうなってるんだ。城下町やけん城の監視があるのにこんなもん売ってるぜ。おいおい、何もないことはないだろう。ほう、この私を捕らえるとは、貴公なかなかやるではないか。捕らえるってお前ただ歩きよっただけで。ならば聞かせてやろう、我が名は。おっさん、ただのおっさんなんだ。捕らえるとはって何なんだ。負け組サダオさんです。そしてさらばだ。負け組らしく去っていった。あっ、本当にお前負け組か。お前すごいな。お前一瞬、え、早い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 、負け組じゃない、こんなの負け組じゃない。まあ任したけどさ、俺さっき捕まえて任したけどさ、すごい移動速度だった。おや、あなたも紅茶が好きなのですか。え、俺はどっちかって言ったらコーヒーの方が好きやな。おや、それは残念です。あ、サイドン教区は紅茶好きですよ。サイドン教区の村で採れる野菜の葉っぱを使って。それ欲望の葉っぱじゃないの。お母さんが作ってくれるんです。苦いです苦いですけどすっごく味が深いんです。欲望の味ってそんなに深いんだ。それはそれは大変興味深いですね。ぜひ一度味わってみたいものです。おっと、名前を名乗るのを忘れていました。いい加減にしろ、の紅茶好き。ノットコーヒー。ただ俺がコーヒー好きやけんさ、紅茶好き対立の喧嘩運用みたいな感じにしとこう。ノットコーヒーと申します、どうぞよろしく。ノットコーヒー、やはり紅茶は素晴らしい。この色、この風味、俺コーヒー早けんな。お茶はいかがですか。ああ、失礼しました。初めてお目にかかるお客さんだ。私の名前は、実はコーヒー派でよろしいですか。お茶を飲みながらも実はコーヒー派なんです。実はコーヒー派と申します。どうぞお召し上がりを。こいつの出す茶にはちょっとな、信用がないよな、信用できんよな。はいや、実は負け組はいや、負け組サダオ早いなお前。あ、お前さっき上におったやん。いい加減にしろ、の神父。この神父か。え、あんたおかまな、おかま嬢やって。おかま嬢、私はこの城下町の担当の宣教師です。もうこの名前だけでもうこの人の信頼すごい下がっとるからな。そしてこの大陸における宣教師のリーダーです。つまり偉いので。いや、ちょっと待って、二人おる。え、え、マジか、これおっさん2なん。我の速度に押することを喜ぶ。名を示す。おっさん3、3?2 どっかにおるんだ。全然負けてなかったけん、すごいな。こいつは結構、結構いい名前つけたろう。いいだってん、いいだってん、いいだってん。真面目につけておいたら、あ、早かったなこいつ。どっかおるんじゃ、おっさんがもう一人。こいつとは別やな、こいつはさっき話しかけたやもんな。あ、いくらいだ。話しかけづらい。あ、話しかけづらいよ。あ、こいつち、え、こいつ二人目のやつじゃ。あれ、イチどこ行ったん。イチどっか行ったんじゃん。もうこのエリアおらんのかな。え、これでも修行中な、めっちゃ早いやん。そしてサラボだ、バイバイ、頑張って修行しなよ。もう調べるもんなさそうやね。ないな。オッケー、こいつ調べたら最後にしよう。
兵士、兵士ね、捨て駒捨て駒、ここから先は城内である粗相のないように。はーい、捨て駒さん。というわけで今回はここでセーブしてホワイトさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。週上げどうも、暴れん坊のサンタクロースです。宣伝というプレゼントします。この動画は刹那圭介の実況動画です。刹那圭介のチャンネル登録をしたいという方は俺をクリックしてくれ。皆さんのチャンネル登録お待ちしております。ジングルベル、ジングルベル、腰にくる。